はい、どうもデンです。さあ今日もポケモンカード開封やっていきましょうということで、本日はこちら、バトロコ柏駅前店さんで購入させていただきました一口1000円のオリジナルパックでございます。当たり枠なんですけれども、こんな感じになっていて、トップがですねブラッキー V のスペシャルアート、そしてその他に、オリジンパルキア V のスペシャルアート、オリジンディアルガ V のスペシャルアート、そして、ゼラオラ V のスペシャルアート、あとはタッグチームですね、トゲピー&ピー&ププリン GX のスペシャルアートであったりとか、メガヤミラミ&バンギラス GX のスペシャルアートであったりとか、ヤドン&コダック GX のスペシャルアート、まあ、この辺が入っているオリジナルパックでございます。そしてね、書いてはないんですけれども、おそらくね、SR 保証かなんかになっているんじゃないのかなと思ってはいるんですけれども、これちょっとダブレアとかの保証だったらちょっと厳しいなと思ったりはするんですけど、でもねおそらく SR の保証だろうということで今回10口購入させていただきました。でね、当たり枠そんなにバカみたいに強いカードが入っているわけではないんですけれども、かなりマイルドに楽しめそうなので、こちら開けて今回も楽しんでいきたいと思います。おでんのチャンネルはね年内5000人目指しておりますので、よろしければ面白いなと思っていただけたらチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。ということでやっていきましょう。はい、ということで開けていきたいと思います。まあ、10口ありますんでね、一つずつちょっと楽しく見ていきたいかなというふうに思っております。そしてね、僕最近ですね、イラストレーターさんとかを見るのちょっとハマっていまして、ちょっと勉強していこうということで、僕のねチャンネルではちょっとその辺も取り扱っていきたいなと思いますんで、皆さんもお付き合いくださいということでいきましょう。よいしょ。はい、まず S12 ということで、 S12 は最新ですね、最新ですのでパラダイムトリガーかなですね。で N デザインさんかな、これはあんまり見かけない、もしかしたら新しくパラダイムトリガーからイラストレーターさんあれかななった感じですかね。いきましょう、せーの、ほい。はい、ブリガロン V の SR ですね。なるほど、これあんまりこのイラストレーターさん見ないですけど、まあもし、他にもね、描いてらっしゃるイラストがありましたら、編集の時に入れておきたいと思います。はい、ということで続いて2口目いきましょう。よかった、 SR 保証ですね。よかったよかった、 SR 保証であれば全然まだ戦えますね。はい、ということで次いきましょう。よいしょ。 S3 吉田彩香さんですね。ちょっとごめんなさい、勉強不足てかまだまだ全然僕分かんないね、これから徐々に分かっていこうっていうところなんですけど、まあ、S3 ということで、 S3 はなんだ、 S3 ちょっとパッと出てこないですね、ごめんなさいごめんなさい、ちょっとパッと出てこない。いや、いきましょう、2口目ですね。2口目こちら、ほい。はい、ヘルガー V の SR ですね。なるほど、ちょっと S3 の謎はこの後に、編集で解明させておきます。S4 が仰天のボルテッカーなことは分かっているんで、まあ、その近辺なんだろうということなんですけれども、ちょっとパッと出てこない、この辺もねまだまだ勉強不足ということで、まあ、皆さんと一緒に勉強していきたいと思いますので、ぜひね僕より詳しい方いらっしゃったらコメント欄とかで教えていただけたら嬉しいなと思ってます。ということで行きましょう。さあよっ、あ、待って待って、これ引いちゃったかもしれん。03133ですね。 SM12A ということでタッグオールスターズ、この感じ見るとこれ引いたっぽいですね。トゲ P&P& プリンじゃないかな。いきましょう、せーの、ほい。よし引けてる引けてる。はい、トゲ P&P& プリン GX の、スペシャルアートですね。いや、これは弾けてるぞ、めちゃくちゃいい感じで弾けてますね。おー嬉しい、やった、久しぶりに見ましたね。はいはいはい、 OKOK いい感じでございます。今いくらぐらいするのかな、もしかしたらスペシャルアート値上がりした煽りを受けてかなり高めになっている可能性もありますんで、まあ、編集の時に出しておきたいかなというふうに思います。ということで続いて4つ目いきましょう。4つ目です。あ、これもしかしてあれか、CHR、斉藤直樹先生ですね。斉藤直樹さんの、
CHRS11A ということなので、これはフェイのホイ、はい、そうですね、テールナーですね。皆さん分かりました？僕はね、分かってましたよ。テールナーの CHR ですね。まあ、本当にね、ポケモンカードのイラストといえば斉藤直樹さんっていう感じでもありますんで、まあ、そういったところでね、まあ、一番有名なイラストレーターさんなんではないかなというふうに思いますけれども、まあ、こういったのをね、少しずつ一つずつ覚えていけると、なんかいろいろ語れるかなと思いますんで、僕も勉強していきたいと思います。ということで、次が HR ですね。S3、また直樹斉藤ということで、斉藤直樹さんの S3、ヘルガーと同じなんですね。これがパッと出てこないんだよな。何なんだろう、S3 って。S3 何ですかね。行きましょう。5つ目、こちら。ほい。あー、なるほど。ローズですね。あ、ローズって斉藤直樹先生の書いたやつなんですね。知らなかった。皆さん知ってました？なんか女の子の SR とかが割と注目されがちですけど、ローズもそうなんですね。へえ、なんかこういうところに注目すると、いろんなところが見えていいですね。はい、次行きましょう。次が、よいしょ。はい、S8B ということで、これは VMAX クライマックスですね。平秋津平さんですかね。なんでしょう。行きましょう。せーの、ほい。はい。ポプラですね。ポプラの SR、VMAX クライマックスのやつですね。名前のズレがすごいな。すごい。もう、ポプラーってめっちゃズレてる。はいはいはい。なるほどね。はあはあはあ。名前のところがズレてるからといって、加工がズレてる。あ、でも全体的にズレてはいるんですね。まあ、あまりね、僕はそんなに気にしないんですけど、PSA 鑑定とか出される方は結構加工ズレが影響してるんじゃないかみたいな、ね、点数取れない場合ね、っていうのはあるみたいですね。さあ、次行きましょう。こっち側か。次はよ S8B、 これも VMAX クライマックス、光弘有田さん、有田光弘さん CSR ですね。色合い的に何だろう、ガラルフリーザーとかかな。いきましょう。せーの、ほい。あ、違った。はい、白馬バドレックス V の CSR ですね。なるほど、これかっこいいですよね。なんかすごい、めちゃくちゃね、なんかイラストがかっこいいんですよ。このピオニーがね、ちょっとこうぼやっと映ってるけど、明らかにピオニーだってわかるみたいなね、感じもなかなかいいなと思っています。なるほど、いいですね。白馬バドレックス V の CSR でございます。さあ、次行きましょう。次が、お、なんだ、サポート S11A ということで、 S11A は、白熱のアルカナですね。ってことは、あ、これ、あ、ここにお手て出てますね。はい。竜太、伏瀬さん。伏瀬竜太さんっていう方かな。みくりですね。行きましょう。ほい。はい。みくりの SR ですね。なるほど。なんか、いいですね。こういうのちょっとこう、ドヤって言いながら、こう、あ、なんとかですね、とか言って。なんか、あれかな、開封やみったらしくなっちゃうかな。ちょっと皆さんよかったらコメントでね、教えてください。こういう感じ。なんか他にこういう開け方されてる方はいらっしゃらないから、面白いかなとは思っているんですけどね。はい、S10P の HR。お、イラスト N デザインって、このブリガロン描いた人？お、ブリガロン描いた人と同じ人ですね。さっき見たなと思った。S10P ってことは、これはスペースジャグラーですかね。いきましょう。 V ポケモン、せーの、ほい。はい、ヒードラン VMAX、 いつもお世話になってます。本当にもうね、いつももうヒードラン V、 ヒードラン VMAX はね、本当になんかいつでもどこでも僕のところに来てくれる、もうなんかどこでも一緒みたいなね。いつでも一緒でしたっけ。なんか昔ゲームありましたよね、あの猫のやつ、白い猫のやつ。ということで、最後10口目いきましょう。最後、お、今度なんだ、何これ、旧サポートですよ。ちょ、なんだ、え、 SM11A、 サンムーンの 11A ってなんだ、ナバナ検索さん、
なばな検索さん、なんだこれ、え、わかんないぞ。え、でも当たり一覧にサポートの SR なんかなかったもんな。なんだろう、ちょっと気になりますね。ちょっとこれ、よいしょ、なんだろう、 SM11A、 タックオールスターズは 12A なんで、それのさらに前ですね。なんだろう、行きましょう、せーの、ほい。あー、なるほど、大木戸博士のセッティングですね。はい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 、なるほど、大木戸博士のセッティングもかなり久しぶりに見ました。はい、ということで開封終了いたしました。今回はバトロコ柏駅前店さんの1000円のオリジナルパック開封させていただいたんですけど、内容めちゃくちゃいいっすね、これ。びっくりした、なんか1000円のオリパなのにちゃんと当たり枠入ってる上に、下枠の SR も保証の SR だけとかじゃなくて、全然多岐にわたる感じでね、いい感じに入っているので、これはなかなかいい内容のオリパでしたね。ちょっとまだ残ってれば追加購入していきたいと思います。ちょっとね、あー、まだあるかな、もう売り切れちゃってるかな、ちょっとわかんないですけど、再購入していきたいかなというふうに思っております。ということで、本日もご視聴いただきありがとうございました。またね、明日の動画でお会いできればと思います。よろしければね、チャンネル登録そして高評価で応援いただけるとありがたいです。おでんのチャンネルね、年内5000人目指しておりますので、まだチャンネル登録してないよって方はですね、面白いなと思っていただけたらチャンネル登録よろしくお願いいたします。ということで、また明日の動画でお会いしましょう。ご視聴いただきありがとうございました。それでは、バイバイ。このイラストレーターさんに触れる開封どうなんだろう。皆さんコメント欄でよかったら教えてください。